FM 流進堂、雨が降ってきちゃいました。なんか最近ちょっとラジオやってなかったので、ちょっと話をしたいと思います。地元、僕出身が神奈川県の海老名市なんですけど、そこでなんか海老名市の文芸賞っていうのが今年から始まったみたいなんですね。その文芸賞っていうのが、いちごを題材としたやつとか、国分寺を題材にしたとか、そういうテーマが与えられてるんですけど、最近ずっと長い間物語を書いてなかったので、ちょっと書こうかな、応募してみようかなっていう気持ちがね、湧いてきました。大学入る前まではすごい書いてた時期があって、毎日書いてたんですね。朝5時とか5時前ですね、朝5時前に起きて、それで受験の時とかは6時半頃に新宿に着いて、それから朝8時頃ですね、朝8時頃までずっと毎日書いてて、最低1日1時間ぐらい書いてましたね。最近でもそうやって書く暇はなくなっちゃったので、昨日から書き始めましたね。内容はまだ秘密です。